田中涼子です。はい？だいぶ慣れましたね。はい。悪いね、涼子さん。いつもいつも。この真っ赤っかでどうして平気でいられるんですか？母ちゃんのカフェは潰れたんだよね。でもまた開くよ。捨ててください。上からの指示なんで。なんであんな人の葬式に行ったの？父ちゃんを殺したやつだよ。あなたおかしいですって。取り返しがつかないぐらいボロボロなのに、なんで生きようとすんのよ。そんなの分かりませんよって話でしょ。逃げていいでしょ。みんな逃げてるよ。私の問題だから。沈まぬ夕日のように最後まで心に燃え続けるものとは、あ茜色に焼かれる。